こっちに死体ありそうじゃない？ああ、リポートできねえ。アナゴさん隠れてる。ああ、ああ。じゃあ行きますかね。はい、はい、お願いします。マットメイト。伊豆神。はい。おい。僕しかいなかったんで宿舎に。だから何？白いな。厳しくない？厳しい。誰も何も言ってないのに。あ、おー！多いのから始まるんですから。何が？争いが。争いが。平和に行きたい。貨物。キャンモツ。いや、僕以外いなかったですから、みたいな。ナイス、えらい、えらい、ナイス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 、素晴らしい、これよ。ちょっと待って、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 ちょっと待とうか、みんな。文句あるんや。いや、違うのよ、文句とかじゃなくて、これを自分が子供できた時に子供に見せられるかって話よ。わかりやすいハラスメントを見せられるのかっていう話ですよ。誰が子供に見せんねん。見せれるよ、やば、倫理観いかれてる。いいね。祖母入るぞ、これ。あえてノーアピール。前にキッチンから右だったからキッチンにいました。で、上には来てないので、キッチン？停電前に、うん、前、まあ、停電前です。で、結構前、うん、エンジン脇だと思う。エンジン脇からその武器庫で一回すれ違ったはずだから、その辺多分合ってると思う。で、キッチンで、で、私が、うん、そう、武器庫で10タスクやって上行ってるんで、まあ、結構前です。ごめんなさい、停電前なんで不利かもしれない。まあ、すみません、エンジン脇ではないから。あ、どうぞ。一番最初に出ときます。浮いてるんで、メインで一人で左浮いてまして、シェリフ、3秒以内のキルです。おお、よかった、釣らなくて。一応僕も IC1 いるんで、コックピットダウンロードが最終です。ミーティングルームにいるの？コックピットダウンロード、うん、どっから入った？普通にエンジンから。エンジンの真ん中だったら OK。 ナナコさんともすれ違って、はいはい、ミーティングルームにいるナナコ高田剣士はまず難しいんじゃない？なんだけど、そう、魚どこ行ったの？あ、俺はね、昇降機右にいて、ナナコと階段ですれ違って、ミーティングのね、はしごですれ違って、昇降機左から右に移動して、停電が起こったからアーカイブ、あ、じゃあ昇降機右で停電直してる。ああ、じゃあ魚も無理じゃない？うん、パタパタで行って、な、他に直してる人がいないんだったら難しい。無理だと思う。あ、じゃあガミさんエンジン脇か。エンジン脇、あれ、僕以外いたっけ？ちょっとみんなの最終位置聞きたい。メメケンがエレキ、うんうん、で貨物で停電勝ち合ってます。あ、伊豆さんか。はいはい、ハイブリ、あ、どうぞどうぞ。あ、シャワーです。誰が勝ち合ったの？ガミさんと魚が勝ち合ってて、そう、俺はワンチャンガミさんが手で直してる、展望デッキ直してる可能性もあるから伏せと言ったんだけど、伊豆さんから出てきたから出す。はい、でミーティングが七子高田剣士。はい、ハイブリさん、シャワーですか最終位置？そう、伊豆さんと貨物で沸いてる、上から入ったみたいな感じですね。そう、了解です。で、僕最後キッチンにサントスさんとすれ違って入れてるけど、死体は見てない。サントスさん、サントスさんってキッチンの弁当タスクやってました？やった。
でその後武器庫の方に行って、そう武器庫タスクやってエンジンの、エンジンルームのルの上で、ガミさんとすれ違ったのはキッチンの時、キッチンのベルタスク終わって武器庫の方行こうとした時にすれ違った。あれ武器庫の上側から出てくるサントさんとすれ違って、僕はキッチンって停電中。ここでしか違ったか。梅健さんどこだっけ。梅健エレキ、サントさんを見送って僕は席の方に流れていった。うん、富士とすある梅、まあまあまあ悪くないんじゃない。うん、ナイス、ナイボール。ちょい一個変なのが、エンジン脇が僕で左に来たのが僕しかいなくて、多分もう一人湧いてたと思うから、僕それハイブリさんだと思ってたけど、ガミさんなんだったら右回りでキッチンにそんな序盤に行かないと思うんだよな。右回りっていうか多分あの左回りで来てる。エンジン武器キッチン石油のルートじゃないの？そう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 。あの俺が来てもエンジン武器キッチンだった場合、何してたんだかみさん。いやそれはわかる。エンジン脇でまずドア開けたのも僕だし、エンジンとかの何してた。いや別にあるんじゃない、タスクの脇的に。えあれは左に来てないんですよ、そもそも最初。だからエンジン配線もしてないのにわざわざ右行って左来たみたいなルートになってるから変なんだよ。アルマカンキッチンのどこまで見えてるの、死体は。ゴミ抜きやってちょっと動いたくらいだから全然見れてないです、ね。ああ、展望とかは見れてないか。そうですね。俺視点でも、俺多分初めに、キッチンのところでバーガータスクだけやって、すぐボタン押しに行こうと思って、武器庫の方降りて、向かっていくときに降りてるガミちゃんと出会ってるから、結構早めだと思うよ、ガミちゃんが。だから脇位置エンジンルームしかないかなと思ったんだったんで。給油とかやってたんか。ああ、弁当タスクもあるか。それぐらいしかないか。宿舎から降りてきたわ。それもありえたかなと思うが、うん、ハイブリさん白出てたっけ。俺だからあのメインでオマが閉じてくれてる。ああじゃあ大丈夫か、はい、いや違う違う、宿舎でだったら多分ケンシかミヤちゃんかサカナさんか誰かが湧いてんじゃないの、そこで。違う、あ俺湧いてるよ。宿舎は藤宮高田坂田3人。あ、そうだよね。あ、そうだよね。だからそこで出てきてないんだったらエンジンしかないかなって思いました。シンプル展望っぽいなって気がするけど、サントスさんの証言がせいなら、まあ、わか位置的、うん、僕がそう今停電直しに、え、あ、うん、右そう、キッチン席行くときにサントスさんが弁当タスクキッチンでやってて、で僕が石油抜きエレキガチャガチャで、でガミさんその後死にして、で多分その後に停電になってるから、キッチンに入ってるタイミングの停電だったら展望の方に来そうだけど。いや梅健さん視点、私を黒置きするならアルフジっぽいってことですね。梅健さん視点は黒置きするならアルフジ、うん、まあまあ藤宮君はサントスさんを黒置き関係なくその位置が合ってるなら、まあ、魚さんに聞きたいんですけど、相手版って結構早めに触りました？立ち会った？結構早めに触っ、あでもね、停電起こってから2秒後ぐらいだから、うん、なんかそんなすぐっていう感じじゃない？あちょっとおまおじさんに聞きたいんですけど、キルクールってどれくらいのタイミングで上がってます？停電中に上がってます？停電中じゃないけど、3秒以内、3秒以内、33秒って言って、あそうか、3秒以内か、だってサントさん結構きついと思うけど。ベント切るぐらいで追い抜かなきゃいけないから、いやそう、僕を無視してベント切るだよね。こっちに死体ありそうじゃない？ああリポートできねえ。田中さん隠れてる。ああああああ、リポートしちゃお。宿舎
僕がリフト、リフト右から昇降機左に行ったらもう光った。宿舎だったらもう梅健さんです、伊豆さんが。じゃあ俺ミーティングね。伊豆さん、伊豆さん下にいる。でこれお丸さん僕隠しろじゃないですか。まあ白やね、うん。イエーイ。下にいる。宿舎の。まあ、とりあえず停電は七子さんが直しました、このターン。なんか、私、宿舎の下の扉開けて下るときに、なんか、伊豆さんが上に上がっていくのと、梅健さんがそこで変なステップしてるのを見て、で、私はその後ずっと右に流れていったみたいな感じなんで、伊豆さんがそこで死んでるなら、梅健さん死んで変なはずですよ。停電開けてから2人とも死んでます。うん。停電中は両方とも生きていって。であれば七子さん無理かな。僕と伊豆さんね、両方ミーティング、ミーティング上がって伊豆さんね、降りてってるから。かつ、魚は、俺がエレキくだるまや、メインに行って、そうね、最初、エンジンからメイン行って、ただ、シャワー側、僕はメインシャワーアーカイブって感じなんですけど、シャワーには来てないから、エレキか、エンジンが戻ってるか。あ、エレキは、エレキはない。ない。あの、シェリフ絡んで3人で来てないっていう。うんうん、俺ね、あのパタパタでミヤちゃんがあっち側向かってって、あのこのレポーターんで、その、死体位置、レポート位置は多分合ってると思う。うん、あ、そう。はいはい。いやもう、いやもう、伊豆さん降りてってるから、絶対に。だから、下で反抗可能な人が、振り向かって。でも、だとしたら、梅木さん、ボタン押さないと変だと思いますよ、さすがに。なんで停電中にボタン押せるんですか？停電開けて結構、結構時間があったよ、ね。めちゃくちゃ時間あったよ、ね。めちゃくちゃ時間ある。うん、ああ、そっか。ああそっか、初手も梅健さんかな。うん、やっぱ、ね、初手さんとさ無理だと思う。あ、ハイブリどこなんだっけ今ね。エンジン左、めちゃ怪しい位置。うん、めちゃくちゃ怪しい位置にいる。ああ、まあ七子さんがバレるより前に、仕方ないこれは。メインとかにしてもよかったか。おお、このボタン押すんだ。これはしゅ、うん。あ、いや、まあ、ウキイチなのは分かってるんやけど、停電前にオマとキッチンで一緒にいて、オマが右の方に、セキュリティの方に行ったやん。はい。で、展望デッキでタスクをやってる間に停電なり、ちょっと暖炉中やったんでサボって、でその後キッチン武器庫の死体を探して、最後エンジンの扉を開けたところで終わりって感じだから、完全に浮いてるし白も取れないと思う。ただ右の方に行ってるんだったら、魚がエンジンに帰ってきた時だけ俺が切る可能って感じです。エンジン帰るルートな、魚ってアンサー入ったんだよな。アンサー入って、でもアルマもシャワーからメイン側行ってるよね。まあでもめちゃめちゃ序盤だから、うん、でも俺も宿舎脇、エンジン、メイン、シャワー、アーカイブ、昇降機、右って感じだから、うん、だどっちにしろ、まあ、いいや、どっちにしろ状況的にアルオマタカ弾いたらサントスさんも僕は白いと思うから、結局七富士の二陣外か、まあ、ハイブリさん単品かだと思う。七富士二陣外かハイブリ単品か、うん、ハイブリさんインポスターの時はマットは七子さんか宝さんしかないと思う。僕今米そぼ直したから。あ、その一旦前に下起きてないとき爆速で停電直してるの俺です。あー、回転盤前待機してた。アルマ弾けんの、うん、あったわ。いやもう絶対僕もう隠しろもらえる、無理無理、絶対絶対無理、絶対無理。しかも今米サボも守さんの目の前で直したから直してるから、もう絶対無理。梅剣で落ちてるんだったら、まあその浮いてるおかげで俺かなりタスクは進んでるんやけど、俺は絶対終わる。僕も絶対終わる。僕からでもいいけど、フジブリで基本終わりそうかなと思ったけど、まあ、俺は藤宮くんかどうか、その俺が浮いてるがゆえにそこの状況が分からないので、藤七のどっちか。ハイブリさんクルーだと藤七ぐらいしか多分ない、うんうん、あのアルタカオマが3人でエレケーシを取ってて、で、あ、いや、それは分かってんけど、その藤ブリでのローラーは飲めないよっていう話。俺七子のことが分からないから。いやでも藤、うん、あ、まあインポスタイチがどっちか分かんないってことですか。そう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 、でもまあ藤宮で三つらった七子を書くでしかないと思うから、
まあ、それはそうです、ね。ああ、なるほどね。まあ、まあ、ロラするなら7人のうちからだと思いますよ。まあ、俺はタスク 100割タスクがいい。俺も100割。まあ、ナナコさんしてタスクがいいんすか。俺はタスクだってもうだいぶ進んでるもん。ハイブリさんつったら終わりじゃないですか、ナナコさん視点って。ナナコ視点はいい。そう、ナナコ視点はいい。そう、あるもん。そう、藤宮がある。全然ある視点は。でも、高田さんのバイタル情報的に、ヌーンで渡ってキルシロって無理じゃないか。違う。魚の方のキル、普通の藤宮が聞いてからヌーンで渡ってが、そういうこと、そういうこと。あー、反対側ってことっすね。反対は全然あるよ。なるほど。普通にまとめと確かに入り込んでたら。うん、あ、今のターンキルできなかったのがちょっときついな。俺が停電直したことにすればよかったか。七子さんが弁当から出てましたったらどうなるかな。はいはい、石油カメラ前で15秒前には絶対見つけてたんですけれどもあえて時間を置いてからレポしました。ハイブリさんが絶対無理ミーティングに、はい15秒前から死んでます、うん、いやもうそれこそ15秒くらい前からミーティングに2人でいる。あ、本当、あ、じゃあ、うん、そうか、まあ、じゃあ、まああの僕も絶対次終わるんで、うん、うっちゃよ、マルさん、藤七。まあ、まあ俺視点はアルキョブリローかな。あー、それはあるね。あ、いや、ないな、ないな、ないな、僕、米さんも直してるわ。歩きようがないっていうのを目の前で見てるから俺。あ、そう。しかもおまおじさんの目の前で直してるから。直してるから。スイッチもない。じゃあサントスさん単品かね。ライン切りで。ライン切り。うん。ライン切りサントスか。ちょっと間延びしますがすいませんが次で終わります。はい。頑張れー。バグったバグマジでめっちゃおもろかったけどマジでつまったどういうことなんかわかんない宿舎右で魚さんがこうはしご上がる瞬間の時にそうはしごバグが起こって俺がリポートできない位置になっちゃったんだけど藤見はマットだったからスルーしてで七子がその昇降機右から左に行くヌーヌーを乗ってる藤見にガーってついていくよ俺パタパタなくても左右動けるようになってたからなんか伊豆さん左で切った後よし弁当に右に行ったことにしようって言って右行ったら宙に浮いてる七子さんと俺見てる藤宮でこれやばいなと思って笑いながら弁当で左戻ったら二人してヌーンで一緒になんか戻ってくれたヌーンアイドリしてたのよ俺ヌーンアイドリしてたのよ ヌーンアイドリで何してんだろうみたいな藤宮俺レポートもできないって言ったからで停電直してボタン入らないですかって言って俺ボタン開けた後何かしてたっけと思ったらそれ見て笑ってるそうなのよそうだよ俺も停電直した後クソ時間経ってんだけどさ あその時間があったわと思ってめっちゃ忘れてたなるほどだ焦って忘れてたもん焦って忘れてた面白かったのよ